千鳥格講師は輪郭を崩したチェック模様を持つ二色からなる折模様及び染め模様。白黒の場合が多いが他の色の組み合わせも用いられる。通常の千鳥格講師は平面重点の一例である。2、2の綾織伝統的な千鳥格講師は縦糸と横糸をいずれも4本の暗色の糸と4本の 名色の糸を交互に繰り返す島として配置し、それを単純な2、2のあやおり、すなわち、横糸が2本の縦糸の上を通った後に2本の下を通るようにし、横糸を1回通すごとに、それを縦糸1本分ずらしたものになっている。現在わかっている、最も古い千鳥講師の例は、スウェーデンのデータンヌ町から掘り出された、紀元前360から100年頃の、 ジェロム・クロークという衣類である。現在見られる地鳥り講師は、スコットランド定地地方のツイードの模様が起源なのかもしれないが、現在では、羊毛以外の多くの織物でも使われている。1885年に開業したニューヨークの高級紳士服、婦人服店であるデピナは、1933年春のメンズスーツコレクションの中で、ガンクラブチェックやタータンチェックとともに、 千鳥講師を取り入れていた。大柄の千鳥講師は、アレキサンダー・マック・イーンの2009年の秋、コレクションにて、北上の角というコピーで華々しく使われた。千鳥講師は、クリスチャン・ディオールの特徴的なツイードのスーツでも使われている。千鳥講師という名称は、その模様が飛んでいる千鳥が連なっているように見えるところから来ている。英語では、ハウンズ・トゥス、ハウンズ・トゥス・チェック。 ハウンド、エストゥース、ドックストゥース、ドッグトゥース、ドッグズトゥース、パイドデプールとも呼ばれ、小型のものはパピートゥースとも呼ばれる。折模様を指す言葉として、ハウンズトゥースが使われた要例は、1936年より前には記録がない。ありがとうございます。